はい、こんにちは。世界は逆さまのひろきとあこです。はい、今日は、はい、スパリゾートハイランズに行ってきた話です。はい、5、6年ぶりかな。前行ったのは娘が4歳の誕生日に行って、ずっと行きたい行きたいって言われてたの。だよね。うん、でもさ、ひろきがこんな感じになっちゃって、ちょっとなかなか行けないよなと思ってたんだけど、あまりにもずっと行きたい行きたいって言ってて、それで我慢させるのもかわいそうだなと思ったので、今回久しぶりに行ってきました。久しぶりに今回は私初めてね、片麻痺障害者になってから初めてということで、バリアフリー情報なんかもね、いろいろ、まあ、前々からネットで調べたりしてたんだけど、正直そんなによくないみたいなね、コメントというかあれが結構あって。そうで、前の記憶をたどっても、まあ、階段だらけだし、どうなのかなと思いながら、まあ、実際見てみて、でその感想をお話ししたいと思います。はいはい、というわけで、でも結果から言うと、バリアがいっぱいあるとこと、バリアフリーなとこ結構はっきり分かれてる。具体的に言うとさ、あのハワイアンセンターの時に、最初に作られたとこっていうのはでっかいんだけどね、でっかい屋内のプールがあるんだけど、あそこをぶっちゃけ、肢体不自由の障害者には優しくないかなと思って、階段が多いしね。そうなのよ、あのさ、一応さ、障害者割引だから、障害者も一応ウェルカムですよ、それは障害者お断りはしないだろうけどさ、でも入っていきなり更衣室が階段上がった先なんだよね。階段しかないのかな、なんかさ、エレベーターはこちらですとか、エスカレーターはこちらですみたいな案内も見た感じなかったの。もしかしたらあるかもしれないけど、そもそも案内がないから、階段登れる人はいいけど、登れない人は厳しいな。車椅子の人は相当大変かなと思ったね。そう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 、ハワイアンズってさ、あの建物としてはいろんなこうブロックがあって、その一番こう歩きづらい、あの片麻痺に歩きづらいっていうのは、まあ、昭和にできた建物で、多分平成かな、頃にできた新しい建物、これは結構ねバリアフリーになってた。なってた？そう、あの移動するところにも直でエレベーターがあったりとか、あと車椅子用のスロープができてたりとか、車椅子の人も結構あれだったらエレベーターとかで移動できるんじゃないかなと思って。結果としてヒロキは入ってないんだよね。そうなんです。入らなかったんだよね。なんか行けんじゃないかなと思ったけど、ヒロキは入りませんでした。まあ、はい、でもね、頑張ればちょっと行けるんじゃないかなっていうのは行ってからは分かった。そうだね、入り口がそもそも、上何階になるんだろうね、あそこってさ、どこを1階にするのかよく分かんないんだけど、とりあえず上に上がって受付して上に上がって、でプールがあるエリアに入って、プールはまた下にあるんだよね。そうそうそう、だから上に上がって下に下がってみたいな感じでやっとプールに入れるんだけど、そのプールと同じフロアに一応障害者専用更衣室っていうのを後で見つけた。後で見つけた。帰る時に見つけたの。だから階段全然無理だよっていう車椅子の人は、そこの更衣室で着替えることができて、そのまま階段なしで行けるかなといった感じ、一応ね、なんかね、プールサイドに車椅子置いてあったから、行けるはずなんだけど、でもさ、なんかあのプールに入るときにさ、靴履いて移動できるエリアと、裸足じゃないと移動できないエリアがあるでしょ。足洗い、そう、足が洗う、これぐらいの深さの水が入ったエリアがあるのよ。そこは車椅子の人どうしてんのかなっていうのはちょっと気になった。あそこでもはっきりとエリアが分かれてるから、私ずっと靴履いて移動してたんだけど、逆にそういう意味では迷わなかったかな。もうここから先はもう普通に泳げるというか、そういう人のためのところだなっていうのがはっきり分かれてたから、移動は結構楽ではあったよ。それで入らない場合でしょ。入らない場合ね。そう、入る人にとっては障害者の人ってどうやって入るのかなっていうのは、ね、確かにね、ちょっと思った。でもね、あの結構さ、こう高齢者の方とか、と車椅子の障害者の方もね見かけたよ。だから結構あの楽しんで使ってる人もいらっしゃるのかなと思って。そうだね、ある意味だから昭和とさ平成以降でさ、あの建物の作りが全然違うんだよね、そういう意味で。なんかすっごい我々がさ、大成功してさ、金持ちになったらさ、ハワイアンズを貸し切りにして、ヘルパーさんが更衣室に常駐してってやりたいね。もうそうなったらね、もはやハワイアンズというかさ、そういうレベルじゃない。だってディズニーランドだってお金払えば貸し切りできるでしょ。そうだね、ハワイアンズだってお金払えばきっと貸し切りできる。多分あの YouTuber さんでやってる人いると思うよ。ヘルパーさんがいて、例えば異性で
さ、更衣室入れなくてもヘルパーさんが手伝ってくれるとか、うんうん、着替え室にヘルパーさんとかいればね、だいぶ違うんだろうね。全然違うよね、うん、そういうのでさ、なんか今日はもう障害者のための貸し切り B みたいなのあったらさ、うん、今までさ、うん、ちょっと躊躇していけなかった人も行こうと思う。確かに確かに。そう、なんか身体障害じゃなくてさ、うん、それこそさ、知的障害だったり、うん、発達障害とかだったりでさ、うんうん、子供がそういう障害があって、うん、こうほらうろうろしちゃったりするから、はいはい、なかなか公共の場に連れていけないお母さんとお父さんとかもいるじゃん、うん、そういう子たちも安心してさ、うん、入れる日があってもいいなってちょっと思ったわけですよ、うんうん、でも、うん、まあ大人の障害者でもそうやってさ、なんか気兼ねなく入れる日があってもいいかなと。うん、うん、そうね、うん、ハレンズの方見てる人がいたら怒られんぞ怒られないでしょ、だってこれはさ、まあね、一 YouTuber の要望でございます。いや、一当事者です。当事者です。一当事者の要望ですよ。はい、はい、あ、でも総じて私はすごい楽しめた。本当良かった。うん、そのあの宿、お宿 の、うん、あのベッドというか、あれがすごく良くて、あれは本当に良かった。ときわの宿、うん、浜徳さん、ハワイアンズのちょっと隣というか下というか、すぐ隣接してるところにあるんだけれども、そうそこのね、あの和洋折衷のお部屋がすごく良かったね。すっごく良かったね、うん、プランとしてはお部屋が選べませんっていうプランだった、うん、だから和洋折衷のいわゆる、布団と、布団も引けるしベッドもあるっていうお部屋か、布団のみ和室のみの部屋のどっちになるか分かりませんっていうプランだったの、うんうん、で電話して、選べないって言ってるけど本当に選べないなって聞いたのよ、うん、ちょっとあの足に障害があって和室厳しいので、うんうん、できればベッドがある部屋がいいんですよねって一応下手でね、出てね、言ったの。そしたら、あの備考欄に書いといてくださいって。そしたらそっちあの選ぶようにしますってさ、言ってくれて、本当にね、和洋折衷してくれたんだよ ね。ありがたい。めちゃくちゃありがたい。まあ、もちろん空いてればの話ではあるけれども、そうそう、空いてればの話だ、うん、でも非常にそういうね、あの設備そのものもありがたいけど、そういうね、あの気配りというか、なんていうか、ね、非常にありがたいね、そうそう、すっごく良かったホテル、というわけで、多分ね、娘がね、味を占めて来年行くもまた行きたいというかもそうだね、ちょっとね、だから次行った時はひろきもちょっとチャレンジしてほしいなっ、ね、っていうのも、ね、やっぱ子供二人はね、厳しい、一人で見るのは、あの二人とも同じとこにいてくれたらいいんだよ。違うんだもん、だってさ、一人はこっち行きたいって言って、一人はこっち行きたいって言ってさ、目離すわけにいかないじゃん、プールって危ないから、だからどっちかに我慢してもらって、ちょっと 今はここにいてみたいなさ、そういうのがあったからさ、まあ、もう一人大人の目があれば、ね、私としても助かるなと思って、はい、次ちょっとチャレンジしましょう。チャレンジしましょう、はいはい、というわけで、世界は逆さま、スパリゾートハイランズに行ってきたでした、はい、ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。